イマナ海 -104。ナ -104 10は、ロッキード社が開発した超音速ジェット戦闘機。愛称は、スターファイター、ストファイター。海 -100 スーパーセーバーに始まる、センチュリーシリーズの一員とされ、また、第二世代ジェット戦闘機に分類される、アメリカ合衆国発のマッハ2級のジェット戦闘機。初飛行は1954年2月。 細い胴体に短い区形の主翼を持つ小型軽量の機体にゼネラルエレクトリック社の強力な J79 型エンジンを1機搭載している。その卓越した高速性と形態はミサイル、当然無人であるを彷彿させ、日本やアメリカにおいては最後の友人戦闘機とも称された。アメリカ空軍では短い期間の運用に終わったが、冷戦下において日本やイタリア、 中華民国、台湾や西ドイツなどアメリカの同盟国や友好国を中心に世界15カ国で供与、運用された。1960年代に勃発したベトナム戦争のほか、第二、第三次インパ戦争等の実戦に投入された。高度な操縦、整備技術を要し、効果であったこともあり、南ベトナムや韓国、フィリピン、 南アメリカ諸国をはじめとする発展途上国への供与は、海マイナス 5A、B へ譲られたが、ライセンス生産を含め2578機が生産された。初飛行後から半世紀を経た2004年、イタリア空軍に所属した海マイナス 104S 体液を最後に、全機体液となった。ロッキード社の設計者であったクラレンス、ケリー・ジョンソンは、 実戦を経験した戦闘機パイロットによる戦闘機への要望の調査のために朝鮮戦争最中の1951年12月に韓国を訪問した。当時、アメリカ空軍の海 -86 パイロットの前にミム -15 戦闘機がソ連の援助により投入された時期にあたる。その結果、ジョンソンは複雑な構造を持つ大型の機体ではなく、 ミグ -15 のように必要最小限な装備を搭載し軽量化された機体が必要とされていると結論づけた。アメリカに帰国後、ジョンソンは早速航空機のデザイン作成に取り掛かった。1952年3月にジョンソン率いる開発チームは数種類の航空機スケッチを描いた。デザインを重ねるごとに機体スタイルは洗練され、重量が5万ポンド。 23トンの大型のものから8000ポンド3.6トンという小型機のデザインに変わっていった。同時期、アメリカ空軍もミグマイナス -15 との戦訓からできる限り軽量な機体に強力なジェットエンジンを搭載し機動力と高速性を高めた戦闘機を欲していた。そして迎撃戦闘機の開発要求を1五十二年五月に国内のメーカーに提示し、 ジョンソン率いる設計チームスカンクワークスは小型軽量機の開発計画案を1952年11月にアメリカ空軍に提出した。ロッキード社の案にアメリカ空軍は大変興味を示し他社の開発案との比較の結果、ロッキード社が1953年3月12日に開発の契約を結び2機の原型機発注が行われた。当初、 開発中の J79 型エンジンの搭載を予定していたが、試作機作成に間に合わなかったため、J65B-3 型エンジンを搭載することとなった。試作1号機である x 解 -104、53から7786の製造は、ロッキード社カリフォルニア工場で1953年から開始された。1954年に機体が完成し、 3月4日に初飛行を行った。試作2号機53から7787の製造は1953年秋に始まっている。1954年3月30日にはエンジンを U 字 79GE-3 に換装し、強化した UF-104 が17機発注されている。なお、 u ーフ -104 は1955年4月27日にマフハニを記録している。機体は高い重央比、つまり細長く尖った機種に向かって、先細りになる胴体内にレーダー、コックピット、機関砲、燃料、着陸装置、およびエンジンがあまり席なく搭載され、全面投影面積は小さくまとめられた。正面積の主翼と相まって、 誘導抵抗が非常に高くなる高向かい角度器を除いて、効力を非常に低く抑えたものとして、十分な加速力、上昇力と潜在的最高速度を発揮することとなった。その反面、持続旋回性能は不十分なものであり、回 -104A、B に対して m 一八五百五十ノットまでは、フラップの使用を可能にする変更により操作性を、 改善したものの制御入力には敏感であった。FBW システムのなかった時代であったこともあって、操縦は困難なものとなっていた。短座型のほか、何種かの複座練習機型が生産された。それらは一般に短座機と同様の内容ながら、追加コックピットのために機関砲と内部燃料の一部を取り外すことになった。首足格納部は位置を変えられ、 収納方向が後方に変更された。複座型は垂直尾翼面積のわずかな拡大と機体重量にかかわらず、サイドワインダーを使用した戦闘においては、初期の短機と同等の性能を発揮した。赤い -104 は先進的な翼設計をその特徴としている。参考としたのは X-7 だった。X-7 による実験等の結果、 超音速飛行のために最も効率的な形としたのは当時から現代までのジェット戦闘機の主流である交代翼やデルタ翼ではなく非常に小さい中翼配置とした台形の直線翼と結論づけていたこの結果を踏まえ解マイナス104のために新たに設計された翼は翼厚比3.36%アスペクト比2.45の非常に薄いものとなった さらに翼の前縁を0 4 1ト、mm、ルと非常に薄くしたために地上作業時には作業員の安全のために保護材をはめなくてはならなかった。燃料タンクと着陸装置は胴体に収容するほかなくなり、さらには補助翼を操作する油圧シリンダーを厚さ2 5ト、mm、ルに抑える必要を生じた。高翼面荷重の小さな翼は非常に高い着陸速度となり、 前後両縁にフラップを装備したのみならず、安全な着陸のために保守負担増を感受しながらも、エンジン中期を後円フラップから吹き出し揚力高める、境界層制御システム、BLCS を組み込まざるを得なかった。それでも、なお、可能な限り小型に設計した主翼は揚力を、発生しにくい形状であったこともあって、低速での揚力が不足したため、90ノット、 時速 170km 以下での飛行ができないとされた。全誘導式水平尾翼はイナーシャカップリング現象のために垂直尾翼の上に取り付けられた。空力的効果のために垂直尾翼は主翼の長さよりわずかに短くされたに過ぎず、その結果としてダッチロールを起こす可能性があったため、主翼20度の抱えリズムを与えることとなった。中、 アメリカ航空宇宙局 NASA の前身は、海 -104 の風洞模型による安定性評価として、公務改革時の不安定さを指摘し、引き上げ時の操縦装置サーボー出力を制限し、パイロットへの警告のために操縦管を振動させることを推奨した。同レポートでは、ウィンムチップタンクが不安定性を若干軽減したとも報告している。海 -104 は、 固定吸い込みコーンを備え、超音速飛行に最適化された胴体横の取り入れ口を持ち、ゼネラルエレクトリック車 J79 ターボジェットを搭載した。このエンジンを搭載したイマナス -104 は最高速度マッハ2.2に達するに至っているが、これはアルミニウム機体構造やエンジン流入温度制限による制限によるものであり、 水力は最高速度域でも、まだ余裕を残していた。海 -104A 搭載の J79GE-3A 型エンジンは、アフターバーナージの水力が 6715kg という、当時としては群を抜く水力を発揮し、後期のモデルは、水力と燃料消費量ともに改善された、改良系を搭載した。特に耐熱限界を向上させた。 J79 を搭載したイタリア空軍の海 -104S は最高速度マッハ2.4を発揮するまでに至った。初期の機体は情報射出座席と尾翼との衝突の懸念から下方射出のスタンリー c 1を使用した。このことは低高度脱出での明白な問題となり、また射出時の加速に首がついていかず首が抜けるような 形で統計部を負傷し、後遺症が残ることも多かったため、約21人のアメリカ空軍パイロットが深刻度の低い非常時に射出を断念したという事態に至った。このため、最低時速 170km の速度制限があったものの尾翼を飛び越すことのできる紙型射出式のロッキード C-2 に更新している。輸出型の多くは速度0、高度0で、 射出可能なマーチンベーカー製を備えしている。初期のアメリカ空軍機は、アン、アスグ -14T 作的レーダー、タカン、およびアン、アーク -34UHF ラジオを装備した。その後の輸出型戦闘爆撃機仕様では、オートネティックスなサールレーダー、簡単な赤外線照準器、およびエアデータコンピュータを装備した。赤外線照準器は、 レーダーと連動して、全天候での機関砲の見越し核射撃と、全天候でのサイドワインダーの自動発射を可能とたが、レーダー誘導ミサイルの運用能力を持たないため、全天候戦闘機としての能力は限定的である。ロッキードは、1960年代後半に、イタリア空軍向けに、全天候迎撃戦闘機として、カイ -104S を開発した。 カイイマナス -104S は、スパローやアスピーデといったセミアクティブ、レーダー誘導ミサイル用の移動目標表装置と、CW イルミネーターを持つ NASAR-R21G を搭載した。このため、M61 は撤去されることとなった。1980年代の半ばに、残存していたス -104S は、ASA 標準化、アギアナメントシーステミリティ、a ーマ a ウェポンシステムズアップデートにおいて、はるかに改良され、小型化された、フィアット R21G、M1 レーダーに更新された。なお、電子装備の大半は、サブミニアチワ管などの真空管を使用していた。後期に生産された機体では、半導体へ換装されているものも存在する。回 -104 は、基本的並走として、m 6 1 a 1 2 0ト、mm、ルバルカン砲。 発射速度は毎分6000発を初めて搭載した。機体の下部に取り付けられた方に操縦席の後ろに設置され725発の砲弾を収納したドラムら相談された。ただし当初は信頼性に乏しく、イマナ -104A はこれを取り外した状態で部隊配備されている。また、偵察機と初期のイマナ -104S を含むすべての福崎と いくしかの短座機には搭載されず、機関砲搭載部とドラムは、後部座席や、追加燃料タンクに取り替えられた。翼端ステーションは2発の AIM-9、サイドワインダー空対空ミサイルや増装を搭載した。海 -104 シート後のモデルは胴体、中央戦と翼下に、爆弾やロケット弾、ポット、増装を、搭載可能なハードポイントを追加された。 胴体かハードポイントは、核爆弾や最低地上高の小ささから、シーカーヘッドを地上の異物で損傷しがちではあるものの、2発の AIM-9 サイドワインダーを搭載可能な、カタマランランチャーが搭載可能となっている。さらに、回 -104S では、左右エアインテーク下の胴体と左右主翼下に、ハードポイントを追加し、 総計9カ所のハードポイントを持つに至っている。1958年5月18日に、回 -104A が時速 2260km の速度記録を、1959年12月14日に、回 -104C が 31500m の高度記録を作った。百七十七年十月二十四日には、かつてドイツが戦時中、 ミー209によって樹立したレシプロ規世界速度記録を回8回で破った実績を持つが、自らジャンクパーツによって組み立てた民間登録の回 -104?2 よ3トルコースでの速度記録時速1 5 9 0 4 5トルを達成した。N104RB とグリーネマイヤーは、さらにミグ -25 の特殊改造機 E-266。 M が記録した世界高度記録37,650メートルの更新にも挑む予定だったが、1978年のテスト飛行中に下げた主脚のロックが確認できないトラブルに見舞われ、外部から目視で確認してもらおうとしたが、うまくいかず燃料切れとなり、クリーネマイヤーは脱出、機体は墜落している。アメリカ空軍をはじめ、 海 -104C の改良型である海 -104G は西ドイツを中心に北、大西洋条約機構各国で大量に採用された。なお、海 -104 を最も長く運用したのはイタリア空軍である。総生産機数は、ライセンス生産も含め2578機にも及び派生型も数多い。昭和時代の特撮映画には、 カイマイナス86セーバーやカイマイナス4ファントム E と共によく登場する。しかし、怪獣映画の代名詞でもあるゴジラシリーズには一度も登場していない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。